平野仕様のリーダーシップと影響力、キンプリのメンバーに与えた刺激とはキング・アンドプスの人気を牽引してきた平野仕様彼の一番なエピソードを振り返る。キング・アンドプスの平野仕様岸優太、神宮寺優太が22日にグループを脱退し、ジャニーズ事務所も退場することが発表されました。岸は秋退場。 天然なキャラクターでグループの中でも高い人気を誇る平野。しかし、テレビに映らない彼のもう一つの顔には、意外な一面、があったのです。平野耀は2018年に金プリとしてデビューし、同年のドラマ、花のチャレから花男ネクストシーズンケラ、TBSK、や、2020年の、末光警察ミッドナイトランナー、日本テレビ系。 2021年のクロサギ TBSK などで話題を集め、見る人を巧みな演技で魅了してきました。彼はバラエティ番組でも天然な言動でおなじみです。エイプリルフールにエリンギプールと言ったり、星垣を作るために洗濯機に入れるなど、数々のエピソードがあります。しかし、テレビに映らないところでは、彼の姿は少し異なっていました。 あるレコード会社関係者が語るところによれば、彼はストイックな印象が強いですね。キンプリのライブ前の打ち合わせやリハーサルでは、細部までこだわり、誰よりも時間をかけています。足を運んでくれるファンのために最高のステージを見せたい、という思いが強いんですよ。特に昨年4月のキンプリの東京ドーム公演では、彼の意気込みが際立っていました。 コンサートが終わるとタブレットで自分たちが踊る姿をチェックしていたそうです。仕事の合間に他のアーティストのダンス動画を見て研究を重ねていました。と同関係者は明かします。キンプリはジャニーズの中でもダンスの上手さで定評があり、特にここ数年は難易度の高い振り付けで注目を集めていました。 そして、グループの成長には平野市用の功績が大きかったようです。芸能事務所関係者が語るところによれば、2019年に平野さんの提案で5人でアメリカに渡り、世界的なヒッツホップダンサーのメルビン・ティーム・ティームさんのレッスンを受けました。このレッスンでメンバー全員が世界とのレベルの差を感じたそうです。ですが、この経験を機にさらにダンスの練習を重ね、 全体のレベルが飛躍的に上がりました。もちろん、平野仕様だけでなく、他の4人のメンバーも努力を重ねて、グループが人気を集めることができたのは間違いありません。しかし、芸能事務所関係者は平野の存在が特に刺激になっていたと言います。金プリはメンバー全員が努力家です。 中でも、平野さんは現状に満足せず、常に高みを目指し、自分たちはこうしたい、という思いを積極的に提案してきました。平野さんが先陣を切って行動することで、他の4人にいい刺激を与えていたのではないでしょうか。22日以降、キンプリはそれぞれの道に進むことになります。 しかし、5人が培ったスキルと経験は必ずこの先の彼らの糧となるでしょう。今後の彼らの活躍に期待が高まります。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。